こんばんは。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 ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。もう今日の筋肉痛がすごすぎてだいぶしんどいなんか最近で一番本当になんかぶっ倒れるかと思った昨日の公演が。いやなんかいつもさすごいなんかなんていうのすごい手抜いてるとかじゃなくてさなんていうの昨日本当になんかここ最近で一番自己紹介 MC 立ってるのがしんどかった。最近の公演で、まあ、手綱も含めてね。そう本当になんかいや本当にやばいかもって思った。なんとかなったけどもちょっと焦ってましたね。内心しんどすぎてそうしんどすぎて本当に倒れるかと思って息ができなかったです。こんばんは。こんばんは。愛のホログラム綺麗です。あ嬉しい、ありがとう。でもまだねなんかヒヤヒヤしながら踊ってるそうまだ2回目、昨日で2回目とかだったんですけど、まだなんかあの公演の演目の曲よりも倍集中してるって感じですありがとうございます。ギフトありがとう。こんばんは。そうなんか座る振りとかが多くて結構そうなんか何回か座る振りがあるんですけど、そうなんか左膝立てるとか右膝立てるとかどっちもあるんですよ。それが超混ざりそうになって、それがねそれこそこに頭をまず使ってるって感じ。そう座るのもさどっちでもいいみたいな感じじゃないからさ、それも決まってるからさ、次は右次左次また左今度は右みたいな感じなので、そうそこがねちょっとね引っかかりポイントというか間違えそうになるポイントって感じですね自分の中で。そう結構ね危ないですね。こんばんは。そう明日みかんの剥き方なんだよね。そうです、来てくれる人いるかなこの中で。そうチーム対抗みたいな感じだからね。
昨日もあの公演中の楽屋でちかさんとかみくるがいたんだけど、そうちかさんみくるも明日一緒なんですけど、あときみちゃんかな、そう頑張ろうねって話してたので楽しみです。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。17時でしたっけ、17時開演、祝日なんですよね明日は。17時からサイリウムっているの？ペンライトとかうちわとかも結構持ってくださる方がいらっしゃるのは私たちからも見えてるので、ぜひあの持っていただけるととっても嬉しいって感じです。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。祝日なんですよね明日。明日は赤と黄色、やった見つけます。いやでも赤と黄色って本当に原色と原色の組み合わせなので、なんか頑張って見つけようとしなくても目立つ色ではあるからさ、そう本当にすぐ見つけれる気がする。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。今日はなんか頑張って起きて、頑張って起きてボイトレに行って、もうめっちゃ眠たいけどめっちゃお腹空いたってなって帰ってきて、で昨日なんか泉ちゃんにパンをあげたんですけど、ついでに自分の分のパンも買ったんだけど、そうなんか食べる時間がなくて、そうだから今日食べて気づいたら床で寝てた3時間ぐらいっていう日です。今日はそんな日ですね。こんばんは。よく床で寝てるイメージ、うん寝ちゃうかも寝ちゃうかも、床で寝ちゃいますね。すみません、よくわかりません。初めてシリ反応したかも、えびっくりした、マジで今心臓止まるかと思った、ごめんなさいよくわかりませんって言われましたそうなんかさ最近さ、そうめっちゃなんかさ、あの一日の始まりとかにさ、今日も頑張りましょうみたいな通知とか来るんですけど、なんかとかさ、なんかよくさ、なんか座りすぎですみたいな、立ち上がりましょうとかすごい私のさ行動を支配しようとしてくるびっくりした、え初めて反応したかもそうすごいなんか言ってくるの私がずっとさ、座ってるとさ、そうバレてる私のアップルウォッチには、そうなんかそろそろ立ち上がりましょうみたいな言ってくんの、もう外そう充電しますもう怖いわ、もう焦るやん、どこにしようかなシリ、怖いよねこういうことがあるとさ、なんかまだ家とかでさこうなっちゃうのはいいけどさ、外とかなんか電車の中とかめっちゃ恥ずくない？ちょっと
オフとかにできないかな、後で設定しよう。結構マジでびっくりしたかも結構びっくりした。そうでもね、歩いてたりするとね、今は運動中ですかみたいな、なんか言ってくれる。無視してるけどそう無視してるけど、そうなんか今はなんか運動中ですかって言われます。こんばんは。こんばんは。シリに足音対応なんだね、シリに限らずですよ。別になんかそんな、なんていうの、人になんかキャピキャピはしないそうなんか言われる、よく言われるんです、サバサバしてるって言われる。私はでもなんかすごいわざとそうしてるわけじゃないんですけど、そう人にそう最初の印象が見ら、そう見られがち。最近でも気をつけてるけどね。こんばんは。僕にも塩対応してください塩対応を求める人とかいるんですかいるんですか。神対応とかならね、わかりますけど、逆にそっちを求める人とかいるんだ。特殊ですねそれは。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。今日特に髪綺麗に見える。嘘、今日アイロンしてないんだよね。すごくない？寝て起きてさ、一回7時半、あのおはようってポストするために起きたんですけど、で8時に起きようと思ったんですよ。二度寝して、したら起きたら9時20分ぐらいだったんですよね。そうで、あやばい、家出なきゃと思って、めっちゃ頑張った準備。間に合わんと思ってせかせかしてました。昨日ちゃんと髪の毛乾かしたからかなちゃんと髪の毛乾かしたからか綺麗かもしれない。9時20分まで寝て、その後家で床で3時間寝れるのすごい。でもね、昨日何時に寝たかな、3時半ぐらいだったので、
そっからとりあえず4時間寝るじゃん。4時間寝てで7時半でしょ。でそっから7時半に1回起きてるか、まあ約2時間ぐらい寝て、家出て歌って帰ってきてって感じ。確かに何時間寝てるんだっけ、8時間ぐらいか。いやでも12時間13時間ぐらい寝ちゃう人からしたらちょっと足りないかもしれない足りないかも。やっぱ睡眠大事です。こんばんは。あ、すごい髪の毛ちょっとこないやだな。ギフトありがとうございます。ありがとう。明日優先に会いに行く。ありがとうございます。明日はみかんの剥き方に出演します。何着ていこうかな迷うな。もう明日天気悪いって聞いたんだよね。どうしよう。何がいいかな。そう、明日雨降るって言われたんだけどさ、本当本当嫌なんですけど、髪の毛とかさボサボサになっちゃうやん。困る。こんばんは。何がいいかな。最近着てない服を着たいんですよね。降水確率 60%。 なんか絶妙だな。 60% か。こんばんは。天気は良くないとね、すごい気分が下がりますね。
かありがとう。ありがとうございます。こんばんは。27日のエスコイン当たりました。おお、27からは通常公演ですね。そう、トーク会とか握手会でも最近行けてないですって方もたくさんいらっしゃったので、ぜひぜひまた遊びに来てください。待ってます。今月ラストかな、27が。今月最後っぽい。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。前髪が長いな。前髪のイントネーションが自分と違うかも。前髪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 、どっちかがどっちかですよね。前髪、ゆず今どっちで言ってたっけ。もうそれすら分かんなくなっちゃった。前髪だ。前髪上がる、上がる方じゃない。前髪、前髪分かんなくなっちゃったよ。前髪、そう、前髪は本当は切りたいんだけど、明後日かな、明後日に美容院に行く予定なので粘ってます。やっとです、やっと全体カットします、髪の毛。嬉しい。もうスーパーロングすぎるから、今の長さがもうすんごい長いので、ちょっと切っちゃおうと思って。そう、もう毛先がね結構バラバラなので切っちゃう。え、ほんとなんかリアルに1年ぐらい切ってないかもしれない。それぐらいなんか切ってない髪。そう、もう映り切らないの。ちょっとね、もう毛先がバラバラすぎるので、ちょっと痛み始めてきているから、それやるために切ってきます。こんばんは。そう、なんかどうしてもね、やっぱね、そうアイロンとかやっぱ熱を加えちゃってるから、それでね傷んじゃったりするよね。
そうでも髪の毛はでもそこまでなんかなんてめちゃめちゃ痛みやすいとかでもないんですけど、こんばんは。今まで一番髪長かったのどこ。でも一回本当にバッサリ切ったんですけど、ショートカットに。それになる前が一番多分長かったけど、今も多分それぐらいある気がしますね。結構長い。なんか私も長い方が好きなんですけど、自分的にはなんか長すぎる感じが今すごいしてて、ちょっとなんかね、なんて言うんだろう、度が過ぎてる感じが今すごいしてるから、ちょっとねそろそろ本当切りたいなって思ってたところだったので、ようやくって感じで。こんばんは。今どこぐらいまであるんだろう、わかんないな。ほぼ腰、ほぼ腰ぐらいまであります。そう、なんか70センチあるらしい今。70センチある。この間髪の前髪切った時にね言われた。長すぎやろ70センチって。こんばんは。メジャーカーニカが測ってくれる。なんかその美容院、あのお友達が美容師さんで、そこで切ってもらってるんですけど、その手の長さ、ここが何センチみたいな、多分そういう感じだったんだと思う。でこう測ってくれた、こうやってやってくれたら、ここが多分10センチぐらいなんかな、多分。そうだからね、多分70センチぐらいかなって言われました。そう、私がちっちゃい頃から切ってもらってる方です。インナーカラーデビューですか。インナーカラーはねまだです。夏だな、やるなら夏にやりたい。シングルのこの特典会、握手会とかがある期間はできないので、そのトーク会とか握手会が終わってからかな。こんばんは。そう、本当は去年やりたかったんですけど、無理ですって言われたので、ちょっと今年こそって感じですね、自分の中では。でも染めちゃうわけじゃないから別にあれなんですけど、
こんばんは。染めるんじゃないのね。うん、私も一応黒髪中なので一応黒髪中なので。でもなんか稀にすごい明るい髪の毛が似合ってる、あ、キミちゃんとかは明るい方が好きだけど、うん、暗い方が好きだなって感じです。いやでもなんか本当に自分でもあんまりなんか染めてる、染めてる想像がつかないのと、ただ単に普通に好きって感じ。黒髪が、そう、私なんか意外とそう似合ってるよって言われることの方が多いから、うん、そう、かほちゃんがすごいなんかなんていうの、染めないでみたいな感じだから、そう、悲しんじゃいますね、私が本当にブリーチとかなんてしちゃったら悲しんじゃう。こんばんは。でも染めるなら本当になんだろう、一回なんかもっと金髪みたいなとかやってみたいけど絶対に似合わないからな。ブルーブラックとかがいいです。ブルーブラックのなんかちょっと色落ちみたいな時がすごい可愛かったから、それ色落ち色落ちの時の色が好き。こんばんは。マキコさんがやってた、あ、そう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 、マキコさんがやってた時があってめっちゃ好きだったんだよね、それ。ナナちゃんもやってた。ああ、そうだね、確かに。そうだ。こんばんは。一宮津でハイトーン。いやでも宮丸の金髪めっちゃ似合ってたじゃないですか。そう、なんかすごかった、似合いすぎて。あんまいなそうじゃない、あそこまでなんかしっくりくるじゃないけど、なんだろう、え、いいじゃんってなることなさそうだからすごかったな。こんばんは。ブルーグレージュ、ブルーグレージュってどういう色だろう。すごいおしゃれなお名前。こんばんは。ブルーグレージュ、でも染めるなら暗い系がいいな、明るいのより。
でもなんかパーソナルカラーとかもなんか関係してきそうな気もするけど、どうなんですかね、本当に似合う髪色って何なんですかね。こんばんは。パーソナルカラー何？私のパーソナルカラー分かんないです分かんないけどブルベじゃないって言われます。でどっちかが分かんない、夏か冬かが分かんない。でも分からんけど、イエベではなさそうだねとも言われるけど、わかんない、もう好きな色着ようみたいな感じです今のところは。でも知りたい感じもあるけど、あのなんて言うんですか、なんかそれになんて言うんだろう、ブルベ例えば夏だからこの色しか着ないとかには別にしたくなくて、あ、そうなんだって思っとくぐらいいいなとは思ってるけど、そう行きたいんですよね、パーソナルカラー。骨格診断もしたいし、骨格診断はなんか本当にわけわからん、骨格診断の方が多分難しい気がする、自分でなんか診断するのが。こんばんは。アレルギー検査はなんか一応したいなって感じ、なんかもう本当に小学生以来やってないので、まあでもなさそうだけどな、そこまでなんだろう、本当に健康すぎていや分かんない、なんか動物とかもしかしたらあるかもしれないけど、食べ物は多分大丈夫のはず。あんまりなんだろういける気がしますいける気がします。父さんお母さん背高いんですか？でもゆずの方が大きいです。ママは私の方が大きいけど、そんな変わんないかも、言うて3センチぐらい、3、4センチ、4センチも変わんないかな、3センチぐらい私の方が高い。父さんは175とかです。妹ちゃんもね、妹ちゃんは私とママの間って感じ。けどなんか抜かされそうな感じはしません、今のところ。なので多分抜かされないはず。わかんないけど。50分に終わろうかな、ショールーム。妹ちゃんも髪の毛ロング、妹ちゃん、そう髪の毛ロングです。妹ちゃんはねチアリーディングやってるので、そうチアリーディングはね、そうお団子しなきゃいけないから髪型、そうだからロングです。でもなんか切りたいみたい
切りたいらしいです本人は。顔似てる、いや顔は似てません、顔は似てないけど声がそっくりって言われます。本当にめっちゃ似てるねって言われる、どっち喋ってるか分からんって言われます。それぐらい声が似てますね。顔は違う系統って感じです。ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。そうでもお母さん、ママの昔の姿を知ってる方とかにすごい似てるねって言われるんですよ。私が昔のママみたいって言われるから、なんか多分妹はお父さんになのかな。って言われました。そっくりらしいです。こんばんは。ママさんはね、すごいね、目の色素が薄くてカラコンしてるみたいな人です誰に似てるとか思ったことがないんですけど、特徴を言うならばそんな感じ。そう、私結構目黒いんですけど、そうママはめっちゃ目茶色、茶色っていうかちょっとほんとカラコンつけてるみたいな目してる。そうめっちゃ色白いママ、マジでほんとに白い私もでも最近白くなってきた方だけど、それでもほんと真っ白。父さんはね、誰に似てるんかな、わかんないけど、でもすごいバイク乗る人なんですけど、確かに言われてみれば乗ってそうって感じの見た目適当コメントすぎもっとありそうだけどね、確かに乗ってそうだなって感じの見た目。かな。いかつくはないですけど、でも身長がまあ私よりは確かに、まあ、十何センチが高いから、なんだ、まあそう見えなくもないけど、そう19歳になった時の生誕祭に来てくれたんだけど、そうめっちゃなんかねノリノリだった、すごい嫌だったけど。そうなんかお見送りでファンの方がお見送りするじゃん、でその後にそう来てくれたんですけど、そうなんかすごいノリノリでちょっと嫌でしたいやめっちゃガリガリとかではないんですけど、なんて言うんだろうな、細くもないしめっちゃなんか大きくもないって感じかな、普通体型普通体型です。はい、こんばんは。
そう、この間もなんかバイク乗ってたみたいで、まあでもいいですよね、そういう趣味があるのってつくづく思います。コメントが適当。いやでも趣味あるって良くないですか。そういうのないからさ、めっちゃいいなって思うんですけど、でも私はなんかあんまり魅力を感じないですね、怖そうなので。バイクはちょっといいかな。そうでもなんかいろんなとこ行ってるみたいで、そう結構なんか、あっこ行ったことあるとかよく言ってます、テレビとか見てると。後ろに乗せてもらったことある？ないです。なんかそういう系の乗り物はちょっと怖いと思っちゃうかも。なんかジェットコースターとかそっち系は全然大丈夫なんですけど、バイクとかなんかちょっと怖くない？ サイドカーとかなら別にいいけど、それに乗るのはちょっと怖いかもしれない。だからちょっと無理そう。無理そうですね。そうバイクね、そう生身、そうそれを言いたかった、そう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 、ママはねバスケしてましたね、バリバリめっちゃうまい選手だったからね。ママ見に行ったことあります、試合。私がすごいちっちゃい頃だけど、でもめっちゃ覚えてる、記憶はすごいしっかりあるって感じです。イケイケですね。そう、そこの遺伝子はちょっと似なかったかなって感じですね。そう、あれだけママは上手なんですけど、私はドリブルすらできないあれだったので残念です。残念です、本当に。あ、50分だ。そろそろ終わろうかな。ありがとうございました。ありがとう。明日はみかんの剥き方に出演します。劇場版の、なんだっけ、17時開演です。見てください。見に来てくださる皆さんも楽しみにしてます。ありがとう。また明日。おやすみなさい。またね。おやすみ。バイバイ。ありがとうございました。